本蔵項目金量版金量とは南京の故障で最初の出版地であることから初版を金量版と呼ぶ。本蔵項目は中国の本蔵学史上において分量が最も多く内容が最も充実した薬学著作である。作者は明朝の理事鎮で1578年に完成、1596年に南京で上司された。 日本でも最初の出版の数年以内には、初版が輸入され、本蔵学の基本書として、大きな影響を及ぼした。中国では何度も版を重ねたが、日本でもそれらが輸入されるとともに和国本も長期に、わたって、数多く出版され、それらは国本は3系統14種類に及ぶ。慶長12年、林羅山が、長崎で、本蔵項目を入手し、駿府に滞在していた。 徳川家康に献上している。これをもとに家康が本格的に本造研究を進める契機となる。2011年ユネスコが主催する世界記録遺産にも登録された。本書の編纂するために作者に自賃は約27年間の歳月をかけ3回も書き直し800種以上の文献を参考した。また食べ重なる現地調査や 標本採集なども並ならぬ心血を費やした。全52巻、収録薬種は1892種、図版1109枚、処方11096種に上る。薬物ごとに、尺名、修下、生後、修や、君、主治、発明、処方などの項目が立てられている。なお、第52巻には、人体の薬物利用について、35の部位が、 集裁されている。詳しくは人に由来する気薬を参照のこと。ありがとうございます。